フンメル人形フンメルとは、マリアイノツエンツやフンメルのデザインによる陶磁器人形の総称。スペインのリアドロと並び、世界的に有名な高級陶磁器人形ブランド。現在はゲーベル社により合併会社として MI フンメルの名前で製品のデザインと開発、販売を行っている。合併後一時は衰退したものの、その独特のデザインと色のバランスで、 未だ世界中数多くのファンの心を掴んで離さない。2008年6月18日、ゲーベルは販売の落ち込みのため、2008年中に、フンメル人形の生産を中止すると発表した。現在は新たにフンメルマンヤファクター、GMBH が、MI フンメルブランドの製造権を引き継ぎ、株式会社アズマが、日本正規代理店として、販売を再開。 百貨店を中心に展開中。近年、型を取るためにアクリル樹脂を使用している。合成樹脂の使用で工場生産段階で型の型を作る必要がなくなり生産効率を上げることができる。近年、ヨーロッパ産ソフトペーストからアジア産ハードペーストのポーセリン素地に変えている。素地を摂取線150度で一度ビスク調整し、透明のグレーズにつけ、 再度摂取1020度で調整。ツルツルで、水分を吸わなくなった表面に絵付けをし、摂取760度で絵の具を定着させる。ありがとうございます。